今だからごめんなさい。子供の頃にしたいたずらを正直にお話しください。子供の時、確か小学校6年生ぐらいの時ですね。私の近くに同い年の男の子が引っ越してきて、その子のことを私の女の友達が好きになっちゃったみたいで、とある時どうしてもその男の子のお家に行きたい、挨拶したいっていうんで一緒についてって、で男の子と話すと思ってたんですけど、何を思ったのかその子恥ずかしかったのか、ピンポンって押して逃げちゃったんですよね。で私もびっくりしたんで慌てて追いかけて、この私の女の子の友達はもう一回チャレンジするってなって、もう一回押してでも逃げて、でさすがに私は一回その男の子にごめんねみたいな感じで、友達がね話したいって言ってたんですけど、分かったみたいな感じで男の子は、まあ、そのまま家に上がったんですけど、結局それをその彼女はですね、何回か繰り返して、その男の子のお母さんも何回かピンポンダッシュに答えてくれてみたいな感じで、1時間くらい楽しんだんじゃないかな。で最終的にまあそれは怒りますよね。男の子が鬱陶しいから帰るみたいな感じで切れて、でそれで帰ったんですけど、まあ、女の子のお友達は謝りもせず、男の子のお母さんにも迷惑かけたので、あの時は本当にごめんなさい。下の毛と脇毛が生えてきたのはそれぞれいつ頃ですか？また生えてきた時どんな風に思いましたか？下と脇毛は大体同じぐらいだったと思うんですけど、小学校のね、6年生の夏ですよね。プールで着替えてる時にふと下見たら、あれ？なんか黒い毛が生えてるって思ったのが最初ですね。で触ってみたら、あれ？引っ張れる。あ、これ、毛が生えてるっていうので、びっくりしたのは覚えてます。で、そうするとやっぱり気になるので、脇も一旦見てみたら、脇も実は、実は気づいてなかっただけで、ちょっとうっすら生えてたっていうのが、生えてきた時で気づいた時の思い出じゃないけど、びっくりした記憶です。